ジャイール・ロドリゲスは、メキシコの男性総合格闘家。チワワ州、パラル出身。キングス MMA、ハンティントンビーチアルティメット、トレーニングセンター所属。UFC 世界フェザー級ランキング3位。TUF ラテンアメリカフェザー級優勝。チワワ州、パラルで生まれ、5歳からテコンドを始めクロめ、黒帯を取得した。2011年10月10日。 プロ総合格闘技デビュー。ローカル団体で60005勝の戦績を収める。2014年5月、リアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイター、ラテンアメリカに参加。ケイン・ベラスケスが率いるチーム・ベラスケスに所属。フェザー級、トーナメント1回戦で、ハンベルト・ブラウン・モリソンと対戦し、三角締めでニール1本勝ち。2回戦で、ホドルフォ・ラビオ・ペレスと対戦し、 パウンドで一コ勝ち。2014年11月15日、UFC180 のフェザー級、トーナメント決勝で、レオナルド・モラレスと対戦し、3から0の判定勝ち、トーナメント優勝を果たした。2015年6月13日、UFC188 で、チャールズ・ローザと対戦し、2から1の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 2016年4月23日、UFC197 で、アンドレ・フィリと対戦し、2段ゲリでに RKO 勝ち、パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2016年8月6日、UFC ファイトナイト、ロドリゲス・ VS ・エス・キャセラスで、アレックス・カサレスと対戦し、2から1の、判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2017年1月15日、 UFC ファイトナイト、ロドリゲス VS、ペンで、元 UFC 世界2階級制覇王者の BJ ペンと、対戦し、前蹴りから、右フックでダウンを奪い、パウンドで西小勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2017年5月13日、UFC211 でフェザー級ランキング2位の、フランク・エドガーと対戦し、ニアールにドクターストップで TK を負け、 UFC 初黒帽子を喫した。2018年5月10日、ロドリゲスが試合オファーを2度にわたり拒否したため、UFC からリリースされたと報じられたが、3週間後、ロドリゲスは UFC との関係性を修復し、UFC に残ることを発表した。その後、8月23日の UFC228 で、ザビット・マゴメド・シャリポフとの対戦が決定したが、 ロドリゲスの負傷欠場により試合は中止となった。2018年11月10日、約1年6ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC ファイトナイトコリアンゾンビ VS ロドリゲスで大会2週間前のオファーを受けフェザー級ランキング10位のジョン・チャンソンと対戦。壮絶な打撃戦を繰り広げ、試合終了1秒前に身をかがめて下から突き上げる。 変速の肘打ちで 5RKO 勝ち。パフォーマンスオブザナイトとファイトオブザナイトを同時に受賞した。2019年9月21日 UFC ファイトナイトロドリーゲス VS ステファンズでフェザー級ランキング8位のジェレミー・スティーブンスと対戦し試合開始15秒にロドリーゲスの恋でないアイポークによりスティーブンスは試合を続行することができず無効試合と なった。2019年10月18日、UFC オン e SPN、レース VS、ワイドメンでフェザー級ランキング8位のジェレミー・スティーブンスと改めて対戦し、3から0の判定勝ち、ファイト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2020年8月29日、UFC ファイト・ナイト、スミス VS、ロキッチュでフェザー級ランキング3位のザビット、 マゴメドシャリポフと対戦予定であったが、ロドリゲスが足首を負傷し試合を欠場した。2020年12月3日、全米アンチドーピング機関は、ロドリゲスが自身の所在地をうさだへ12ヶ月で3回にわたって通知せず、抜き打ち薬物検査を行うことができなかったため、遡って9月8日から6ヶ月間の資格停止処分を下したことを発表した。ありがとうございます。